こんにちは、佐々木です。本日はメルカリスヌーピーという検索ワードで出品検索してみた秘密のお宝グッズでわしわし稼げますよというテーマについてお伝えします。それでは早速行ってみましょう。はい、えー、この動画ではスヌーピーという、ね、検索ワードで調べてみました。ぜひね、まあ、美味しい商品ありますのでぜひ紹介していただきます。はい、はい、こちらですね。えー、スヌーピーで,ですね入力してください。はい。 で、売り切れですね。完了します。えー、そうしますとですね、えー、スヌーピーグッズってほんとたくさんですよね。もうめちゃくちゃあります。はい。えー、その中でですね、ま、なかなか面白い商品っていうのはね、ありますので、ぜひね、まあこういった商品でしたらぜひ儲かるっていうのをね、紹介させていただきます。はい。えー、まずこ、ここですねあの。スヌーピー商品ってめちゃくちゃいっぱいあるんですけど、特にですね、人気ある商品っていうのはですね、 えっとまあ、新品ですね、新品中古もそうなんですけど、あの限定グッズなんですよ。こういったスヌーピーミュージアムとかね、で、買った商品がですね、なかなかあの高値で売れてます、はいあの。これはですね、すごい種類いっぱいあるみたいで、ぜひね、あの持ってる方もかなりいるかと思うんですよね、スヌーピー好きな方は。なので、出品していただければね、高くは売れますね。はい。ぜひね、あの、 もしあの出品する際はですね、メルカリで検索していただければ、まあ、出品経済とかね、値段とか分かるかと思いますので、ぜひね、参考にしていただければね、いいかと思います。はい。はい。えー、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。ニックネームカスタンプお願いします。はい。あとですね、YouTube は一切受け付け,け,付けていません。LINE アット登録後によろしくお願いします。 本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。